ワン、ダブルエコー、クリアロミ。威力偵察は苦労の割に金になんねんだよな。まあこれもお仕事お仕事。緊急事態発生、消火班、救護班、急げ。くそ、二次災害だ。狙撃兵です。何名潜入した？おそらくは一人。潜伏場所と思われる地点を対空砲で掃射しろ。はっ。撃て！やったのかな？お前出てみろよ。お前こそ。何言ってんだ。こんな時は格下が出ていくもんだよ。何言ってんだよ。もし撃たれたら。大丈夫大丈夫、何も起こりゃしねえよ。おい、やめろ。おい。いなくなったみたいだぜ。大丈夫さ、出てこいよ。ジョンソン。やめとけよ。てめえ何取ってやがんだ。助けに行ったらあんたも俺の被写体になるだけだぞ。狙撃兵は最初の獲物の命は必ず残す。そいつを助けに来るバカな奴を狙うためにな。じゃあどうすんだよ。静かだね。砂丘の崩れる音だって聞こえそうだ。セブラスコードロン、こちらダブルエコー。残念ながら機体を飛ばすことができない。何言ってんだ、こちらは敵に囲まれ。下だ、バカ野郎、助けてくれ。聞くんだ、これが我々の現状だ。ダブルエコー、助けてくれ。たかが一人なんだろう。
いそうなところに絨毯爆撃食らわせてやれ。そうすりゃ吹き飛ぶか逃げ出すさ。爆撃の恐れさ見せてやれ。はぶり出しゃいいのさ。そうだよ、甘いね。あいつらは人間じゃない、狙撃する機械だ。だったらお前はさしずめ写真を撮る機械だな。人の生き死にを食い物にしやがって、狙撃兵と同じじゃねえか。レンズの向こうに生き死にを捉えるってことじゃ同じかもな。だけどな、狙撃兵は命を奪う、俺は命の真実を残す。どうだが。ふん、よそ者のご考説を伺ってる暇なんかねえよ。新庄、狙撃兵のことを知っているのか。少しはな。どうだか。確かコンゴラの内戦だった。部隊が狙撃兵のために足止めを食っちまった。焦った分隊長は空軍にあたりを爆撃してくれって頼んだのさ。当然狙撃兵をやったと思ったよ。だがそいつは生きてやがった。部隊の兵士たちは次々と餌食になっていった。しばらくして銃撃が止むと、そこはもう死体の山よ。俺たちはかろうじて生き残った。そいつは塹壕に潜んだまま、目の前で爆発が起きても微動だにしなかったのさ。照準を俺たちに合わせたままな。ミッキー、あんた敵が死んでいくのを見たことあるかい。あんたらが狙うのは戦闘機。一般の兵士はマシンガンを乱射してそれがたまたま敵に当たることを祈る。ところが狙撃兵は違うのさ。自分のサイトスコープの中に確実に敵の命を捉えるんだ。自分のやったことが敵の死につながるってちゃんと分かってやってるんだ。あんたらが相手にしてるのはそういうやつだ。誰だ。滑走路に一機、スマイリーです。バカなことを。一人の狙撃兵のために機能停止に陥るとはな。スマイリーのバカよ、いきがりやがって。滑走路に入れんだよ。ただでさえファントムは長く走らねえと上がらねえってのに。狙撃もされずに死んじまった。誰かが上がらなきゃどうにもならない。小浜からの提案を検討した結果、可能性は低いがやれると判断した。タイガー2にブースターを装着し、短距離離陸で残骸を回避する。照明もなしで離陸するってのか。自殺行為だぜ。狙撃兵はどうするんですか。また離陸時に撃たれますよ。
俺も参加していいかな。一人でも多い方がいい。じゃ、そうさせてもらうわ。そこでさっきの狙撃兵についてだが、また人の生き死にを食い物にするんだ。行ってみたまえ。例えば狙撃兵が同時に2つの標的を狙った時に、最初の標的を狙撃してから次の標的に狙いをつけるのにどれくらいの時間がかかると思う？それで？俺なら5秒でシャッターを切れる。なるほど。なら5秒間おとりが何とかすれば芯は飛び上がれるわけだ。そういうことだ。5秒か。5秒あれば十分だ。上がってみせる。30分止めればいい。ギリギリまで軽くしろ。狙撃の瞬間だって分かるのか？だから全員で見張るんだよ。発見者には3万ドルだとよ。あんまり欲出すと撃ち抜かれるぞ。3万ドル、3万ドルと。俺が滑走路を走る飛行機を捉えるとしたら、バルブの1枚にかけるか。冷えるわね。少し温め合いましょうよ。ふざけないでよ。ねえ、防弾チョッキで大丈夫かしら？大丈夫だろ。でも頭を狙われたらおじさま死ぬつもりじゃないでしょうね。まさか。それよりキトリ、離れてよ。やあよ、寒いわ。本当によろしいのですか？この国で私の命がどれほどの価値があるかくらい分かっている。たった一度のチャンスだ。失敗はできない。時間だ。やるぞ。いつでもどうぞ。見えたか？見えねえ。そっちは？ダメだ、点で見えねえ。見えた？いいえ。おじさま、南東区発見できず見つけられませんでした。北西区発見に至らず。ダメだったか。新庄だ。バルブで撮影した。15分待ってくれ。サキ様、ちょうど額の位置だろう。大丈夫ですか？私は問題ない。発射ポイントは見つかったか？いえ、まだ。今度こそ命をさらさねばならんか。一つ望みが残っています。今新庄がフィルムを現像しているので
もしかしたら新城の写真にエリアの明日がかかっているわけか。はい。落ち着け落ち着け。新城どうなの。うざい、黙って待ってろ。新城、ここは俺の戦場だ。止めてあと5分か。映っててくれ。ダメか。新城、まだ？あった。あったぞ。本当、入るわよ。一人、キムは電話。はい。ポイントはどこ？わかんねえ。どいて。どこ？中央の黒い点だ。これ、この黒い点？そうだ。キム、ノーベンバー3。ノーベンバー3。ノーベンバー3。ノーベンバー3だ。ノーベンバー3。タンクに近すぎる。爆撃は無理だ。あと3分。ガスも残り少ない。チャンスは一度か。お前の銃が俺を撃ち抜くか、俺の機銃がお前を吹き飛ばすか。3万ドル、残念だったな。チェッ！あなたも役に立つ時があるのね。ボケっとしたパイロットの写真を撮るのに飽きただけさ。死体はなし。あるのは銃と砂時計。なぜ砂漠に砂時計が必要だったんだ。命の時間を計ってたんだ。相手の命か、自分の命か。そいつは引き金を引いた瞬間に決まる。不可能だと分かっていても戦士にはやらねばならない時がある。仲間が死ぬと分かっていても遂行せねばならない作戦がある。それが戦場に生きる者の定め。命を懸けたタイトロープが今始まる。ここはエリア88、狭間を貫く音速の翼が飛び立つ場所。太陽に焼き尽くされ
She said